はい、だいぶ、思い通りに進んでますわ。悪いね。冗談はさてといて。<laughs> 今日はね、あの、プロミラミング、イーロンマスクを見て、内容を見て、ソフトウェア作ったのを見て、いろいろ経歴とか見て、カルフェンダーを言ったとか。それで、ジョバスプリズや、マナムくんのプロミラミング進める方法やど、ね、どれからダウンロードしていいかわからんけども、一応パソコン開いて、準備は整いました。 あのであの、ワークショップで、ね、そういうホームページ作るところで、5万円で作るとか、10万円で作るとか、そういうことにするんですね。それを分かった。それとねあの、一つ必要なのはね、例えばね、あのク,クラブで合流しすぎてね、最近1000万作タコ部屋行ったとこあるでしょう。俺もね、淀川ガー製粉で40万、50万トラックで、チパと大阪、月10回か11回ね、10回の場合は40万、あれで、 コーヒーが5千円ね。45万くらいもらっとったんだけども、それ、けばに全部使いました。250万、半年分。それで、障害者や失業権23万ってね、何を言いたいか全部使いました。あっという間に。で、金ない。カニも4万、四万7千円食いました。三人、二人連れてってね。すごいでしょだからそんなことしとるから、あの、要はあのー、 あそこにね、動物園まで行ったんですわ。ほとんね、40ぐらいのお腹5万人じゃ寝とんですわ。あれもね、ふと考えねえね。俺も人のこと言われんけど。<laughs> 人生って40ぐらいだったら1000万以上稼いでるわ、2000万ぐらい。ほとんもう500万はたまらんぞ。だからその貯めとったらあイフにならんけどね。要はあの、季節労働者があの、派遣社員で辞めましたとか言うんでしょ。介護、コロナで介護。金貯めとったらホームレスになんでいい。人のこと言われん。 それとね、あの、よこあの、女の子が、例えば、携帯買ってくれって言うのは、女の子が言うでしょ。それ買ってやったら、3万円買ってやったら、俺が生活を送るでしょ。それぞれ1で来る。ほんで、人から金借りたらそ、例えばね、難しいんだよ、その、お配りちになるってことは。自己管理、自己管理。<coughs> 例えばね、皆さん教えるとこは、真似できないけどね。例えば、ピキオパッチに行く。1000円、2000円、3000円、1万円。はい、今度また金借り行く。はで、この借金に追われる。ね。 ほら、仕事どころじゃないっつなんですよ。ほら、女も一緒。3万円、携帯買うて、1000円ずつ俺、来たってのばらまいたんですよ。5円くらい使ってね、カラオケを歌って。ほら、その姉ちゃん、カラオあの、携帯買ってよ、3万円。取って取って言うか、何,何だかよっしやって言うたら。でもね、それをやったらね、だからそれをやめたんですもんそれ大したらもう一回スイいちゃって、買ったやろうと思って、家賃飛ましたね。 それもやめて。ほんで、釣れから、あのー、晴れるやったら切りとぎ方がいい子やと言う人もいるけど、もうそれは無力したかわいそう。だからね、そういう人間がおる。よく切りなさいって言うでしょ。だからそれを切ったらお小ょ長じゃあ。まだ門にかえたら切るけどね。そんなかまっとらない。こっちはお小ょ長になる。世界一の大本がね。だから予定通りには進んでます。それとあの、金を借りに行かない。例えばね、釣れが一万貸してくれるでしょ。俺,俺は五千に一度こつけるんですわ。一ヶ月もあつから。 な、その一番もあって何すると思います俺はね、あの、喫茶店例えば行くとかね。前は、連れから2万借りて、1万円タクシーで行ってね、喫茶店で5、6千円使うって、それで使うところは、次の日も6千円。だからそういう行動を取るでしょこれで、その一番借りた、今の場合だと喫茶店も一度自由がつくところあの、3万円買えないから、これね、強く、してください。こ <laughs> れ難しいよ。俺が一番借りたらね、肉、魚、ね。 果物を買って今日カレー一杯食ってそれで終わりですわ。俺この今日のプロビアンの行動はなし。だから自分ね自分の道を例えばタバコの中でタバコを開いながらでもいいんですわ。次の道を切り開かない切り開開かないとダメ。例えば五千円でもねあの一番でもまた前たちゅうなんかそれが一番かかでしょ。傷つくわけじタコも傷つくわけだからそれだ時間もだんだんでしょ。だから今日もねスイッチ入ったけどまあ安い。要するに なかなかやらない。今日ね、やったらさ、次、ジョバスプリクト分かるんですわ。ここももう一回、HTML 持っとるし、CS 持っとるしね、落とし,よろしい話。だからやればいいけども、パソコン30分やっで疲れましたわ。だから今日の順,順番としてはこれで終わり。皆さん自己管理をすれば、国を没生する。なべも言けど、織田信長で油断やね、トヨトミーティしも。兵を一番人の下に置いとかなんか。 そういうことであるんちゃう以上。まあ予定通り進んでますわ。イーロン・マスクをさ、悪いね。わしが抜くから。34兆円ですよ。世界一ですよ。それを抜くっていうかすごいですよ。それ、そういうことを優秀論理が働くってことはすごいこと。以上。